小樽市を祭りは毎年7月に小樽市で開催される祭り。1958年の北海道博覧会成功を機に、それまで実施されてきた港祭り、競争花火、大会、北海道工業品共振会、日本市などを統合して、前身である港樽商工観光祭りとして1959年により開催され、1967年に、 1> 第1回、小樽塩祭りが、第3府島で開催された。第2回からは、小樽公園に移されたが、第15回からは、第3府島に戻り現在に至る。毎年市民及び、札幌市など近隣市町村、さらに観光客など100万人前後の160万人。最近では50回記念となった2016年の128万人の出入りを記録しており、 おたるの夏を代表するイベントとして定着している。第48回は3日目の午後が暴風のためかくイベントが異例の中止になった。基本的に7月最終日曜日の2日前から3日間開催される。初日に祭りの開催を知らせる、潮を触れ込み、2日目に潮を練り込み、最終日にレガッタ大会の潮市民レガッタ漁船や屋形船による、 小樽港内パレードの潮あたりが行われる。また、最終日には大花火大会が行われる。2009年からは初日にも行われている。この祭りのメインイベントとも言えるのが潮練り込みである。小樽市内外の企業や団体などでチームを結成し、市街地を小樽調音頭、潮踊り歌を踊りながら練り歩く。 中には、飛び入りで踊りたいと呼ばれる申し込みなしでも参加できる企画も存在する。参加者は約6000人にも上る。コースは、花園グリーンロードからメイン会場の第3沸トまで、競争花火大会より半世紀以上の歴史を持つ。潮祭りとなって以降は最終日に行われているが、第43回と第44回は初日と、 最終日の計2回行われた。これにより初日は3等、最終日は回等と名付けられる。第45回は最終日の1回のみで名称も同心農業花火大会と解消された。第46回は初日開催が復活、メイン会場となる第3等から1回につき2000から3000発打ち上げられる。花火大会の模様は FM オータルでも中継されている。ありがとうございます。